ナモアミタブツ、ナモアミタブツ、ナマンタブ、ナマンタブ、ナマン。皆さんおはようございます。5月2日シアトル別院の日本語法座、ようこそお参りくださいました。今日もですね、いつものように音読3、そして来三問の拝読から始めさせていただきたいと思います。如来大悲の音読は、身を粉にしても保ずべし、四種知識の音読も骨を砕きても射すべし。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナマンタブ、ナマンタブ。続いて来三問拝読いたします。来三問。人参受けがたし、今すでに浮く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか好みをどせん。大衆もろともに、四神に三宝に帰依し奉るべし。自ら仏に帰依し奉る。まさに願わくば衆生とともに、大道を大下して無常意を起こさん。自ら法に帰依し奉る。まさに願わくば衆生とともに、深く経蔵に入りて地へ海のごとくならん。自ら僧に帰依し奉る。まさに願わくば衆生とともに、大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未明の方は、百千万号にも愛用ことを形し、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を下し奉らん。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナマンダブ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 。はい、改めましておはようございます。今日のご法話を始めさせていただくにあたりましてですね、まずご三代拝読させていただきます。今一度合掌礼拝をお願いいたします。たとえ世界に見てらん日をも、必ず過ぎて求めて法を聞かば、必ずまさに仏道を乗じて広く生死の流れを救うべし。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナマンダブ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 。はい、改めましておはようございます。5月2日のシアトル別院の日本語法座、ようこそお参りくださいました。今日はですね、本堂のポディアムからご法話をさせていただいております。ここの今日はですね、横に鯉のぼりを飾らせていただいてるんですけれども、早いですね。もうすぐ5月2日子どもの日の、鯉のぼりを飾る季節になりました。なんだかもうこの前片付けたばっかりだったのにな、またもう出す季節が来たのかっていうぐらいね、本当に何かあっという間にまたこの5月子どもの日が来たんだなっていうふうにですね、改めてそういう時の流れが早いなというふうに感じながら、これを今ね飾らせていただいております。
今日ご参内で挙げさせていただいたのはですね、仏説無量寿経の下巻、仏説無量寿経の下巻から黄金下と呼ばれるところを紹介させていただきました。その一番最後にあたる部分なんですけれども、仏説無量寿経というのは上巻と下巻とありまして、上巻の方にはですね、法蔵菩薩が48の願いを立てられてご修行されて極楽浄土を建立されたということが上巻の方に載っておられます。そして阿弥陀仏となられたということが上巻の方に載ってるんですね。そしてその後下巻の方に行くとですね、その後お浄土を建立された後、48の願いを成就された後のことがですね書かれてあります。その下巻の初めのところにですね、この黄金下というのがあります。あらゆる仏様方、菩薩様方が阿弥陀仏を褒めたたえる。東の方だけでもですね、ガンジス川の川のガンジス川の砂の数ほどの仏国土があって、そこにおられる菩薩様方がみんな無量寿仏、阿弥陀仏の極楽浄土を訪ねてですね、敬い供養する。そして阿弥陀仏の教えを聞いて、その教えをですね人々に説き広めていくんですよ。東の方だけでなくて、南、西、北、東南、西南、西北、東北、上、下とですね、あらゆる国々の菩薩様方もその阿弥陀仏のお浄土を訪ねてくるんですよというのが、その黄金下というところに書かれててですね、その教えを聞きに行くその要となるところが阿弥陀仏のご本願によって、阿弥陀仏の名を聞いて往生を願う者、極楽浄土に往生したいと願う者は残らずです。残らずみんなその国に行って、おのずから自然と不退転の位にもう後戻りしない、お悟りを開かせていただく、そういう位に着くことができるんですよということが書かれてあります。そういうことが書かれてある教えの一番最後のところにですね、今日ご参内で紹介させていただいた御文がございます。それはどういうふうに書かれてあるかというと、たとえ世界中が火の海になったとしても、ひるまず進み教えを聞くがよい。そうすれば必ず仏の悟りを完成して、広く迷いの人々を救うであろうということが書かれてあるんですね。火の海の中に入ってでも学ぶ、聞く仏様の教えっていうのはどういうものなんでしょうか。今ここシャバ世界、人間世界で生きる私たちはどのように聞かせていただいたらいいのか、学ばせていただいたらいいのか、今日はそのことを皆さんと考えさせていただきたいと思います。菩薩様方、あらゆる仏国土の菩薩様方はですね、阿弥陀仏の極楽浄土へ行って教えを聞かせていただくと、この黄金下の中では書かれてありますけれども、では私たちはどうなんでしょうね。学ぶ場所、一般的に学ぶ場所と聞いて一番初めに思い浮かぶのはですね、学校ではないかなと思います。学校の授業では国語、算数、理科、社会、体育、音楽、美術、家庭科などなどですね、いろんなことを学びます。皆さんどんな教科が好きだったですか。私はですね、特に社会科、歴史が好きだったんですけれども、歴史を学ぶといってもですね、その年代とかいろんなことをただ暗記していくっていうのはあんまり面白く、それだけではなかなか面白くないですよね。一つの歴史的事実が何で起こったのか、どういう背景で起こったのか、その後どうなっていったのか、そしてどういうふうに今につながってきてるのか、例えばその昔の戦というものであったらですね、勝者の側から見た戦、敗者の側から見た戦、また周りのね、民衆の側から見た戦、一つの歴史的事象、そういうのをね、いろんな方向から見ていって、一つの出来事をの理解を深めていくということが楽しいなというふうに思います。国語、日本語にしてもですね、
ただ言葉の読み書き、言葉だけをただただただ覚えていくだけではですね、なかなか頭に入ってこない、私なんか頭に入ってこないですし、面白いなとも思わないですけれども、まあ、その言葉がどういうふうに使われているのかとか、また自分がどういうふうに使ったらいいのかとか、またその文章を読んだ時にですね、どういうふうに理解したらいいのか、その文章に込められている作者の気持ち、意図っていうのはどういうものなんだろうかというのをですね、まあそういう文章とか言葉もいろんな角度から見ていくことで学びというのは深まっていくのかなと思います。教科はいろいろありますけれども、どの教科であってもですね、ただ知識とか技術を増やしていくだけではなくてですね、その学んだ知識とか技術をどう生かしていくのか、深めていくのかというところに学びの楽しみがあるのかなと思います。学校だけが学びの場ではありません。学校を卒業しても学ぶことは続きますよね。一つ例を挙げるとすれば、例えば私たちの健康、自分の体の健康をどのように維持していったらいいのか、まあ食事の面、運動の面、医療の面、いろんな面から学んでいきます。で、その知識を得ただけではなくてですね、それをどう生かして健康を維持していくかというのを、まあ、学んでいくわけです。またですね、体だけじゃなくて心の健康っていうのも、心も健康な状態に保つことっていうのは大切ですよね。そのために心理学であったりとかですね、まあ、いろんなことから自分の心がどういう状態にあるのかを知って、心の健康を保つことができるのか、まあ、心と体は、まあ、一体とも言いますのでね、体を保ちながら心も健康に保つというのも大切なのかなと思います。ですので知識だけ持っておくんではなくてですね、それをどう生きていく中で、生活していく中で生きていくのか、使っていくのかっていうのがですね、大切になっていくのかなと思います。私たちはですね、日々いろんなことを学びながら生活しています、生きていますけれども、私たちが生きていく上で、まあ、そういう日常を少しずつ学んでいっているわけですけれども、では命についてはどこで学ぶんでしょう。私たちはみんな生きてます、命をいただいている。命という言葉はよく、まあ、みんな誰でも使いますけれども、しかしこの命ということをどういうふうに理解したらいいのかというのを学ぶ機会というのはあまりないように思います。お釈迦様は、人の人生は苦なり生老病死であるよとおっしゃられました。それが仏教の根本の教えなんですけれども、生老病死というのは何を意味しているかというと、私たちの命を意味しているのではないかと私はいただいております。つまり仏教というのはですね、根本初めの時から命のことについての学びを深める教えですよということです。医学的科学的に命を学ぶことも大切かもしれませんけれども、仏教というのは人として命をどう捉えたらいいのか、どうこの私のこの命を学んでいったらいいのかというのを教えてくれます。皆さんは人として命をどのように捉えていますかと言われると、どう答えますか。なかなか答えるのは難しいですよね。命は大切だと頭で分かっていても、それがどのように大切か、どういうものなのかっていうのを言葉で説明するとなると、まあ簡単なことではありません。まあ、仏教にはですね、今日は四方院というのをちょっと紹介させていただきたいと思いますけれども、四方院という教えがあります。まあ、この教えがですね、命をこのように理解したらいいですよと教えてくれます。まあ、一つ目が諸行無常、諸行無常、命は移ろい変わっていくものですよ、そして永遠には続かないですよ、変わっていってるものですよというのが一つ目。二つ目、諸法無我、諸法無我という教えです。命は一つで存在しているものではないですよ、みんなつながって存在しているんですよ。で、三つ目が
一切皆苦、一切皆苦、すべて苦しみですよ、苦しみですよというのは、命というのは自分の思う通りにはいきませんよというのが三つ目ですね。そして最後四つ目がですね、涅槃寂静という教えです。涅槃という穏やかな命の生きる道がありますよ、それを悟りとも言いますよ。それにはまずこの最初に挙げた諸行無常諸法無が一切皆苦というのをしっかり学んでくださいねというのがこの四法印という教えです。まあ、聞かれたことがある有名な教えですのでね、聞かれたことがあるかもしれませんけれども、しかしこれをただ知識として持っていただけでは命の学びというのは深まってはいきません。この4つの教えを通してさまざまな方向から自分の命について学んでいくこと、命を見つめていくことで少しずつ学びが深まっていきます。仏教というのは仏道というふうにも呼ばれます。道と名の付くものには仏教だけではなくて他にも茶道であったり華道であったり柔道、剣道、書道などなどいろいろあります。例えば茶道では知識とか技術を身につけることが真の、ね、お点前をしっかりできるようになるとか、知識を身につけるということが真の目的なのかどうか。例えば柔道では、他にも柔道ではですね、そういう投げ技とか寝技とか技を覚えることがその柔道の真の目的と言えるんでしょうかね、どうなんでしょう。まあ、私はその専門家ではないのでね、専門家に聞かないといけないですけれども、まあ、他にもそれぞれにですね、お免許とか段、何段、1段2段とかね、段のようなものもありますけれども、まあ、その免許とか段を取ったらそれで終わりというものなのかどうかですね。まあ、その道に入ってすぐの頃というのはですね、知識とか技術を身につけることに必死になるもんですよね。免許とか段を取ることも目標にすることも大切かと思います。それはそれで学びを深める過程としてですね、必要なことではないかなと思います。しかし知識や技術の奥深くにあるその道の精神であったり、その心というところを学び深めていくことがですね、それぞれの真の目標なのではないかなと私は思っております。ですからやればやるだけ深まっていきますし、少しずつその歩みを深めていくので、深めていくことが大切で、深めていくから道、道というふうに呼ばれているんではないかなと思います。何かを達成すれば終わり、何かを達成するというよりも、その道を歩んでいくこと、それ自体にですね、それぞれの意味があるんではないかなと思います。仏教は命の学びを深める道です。四法印という一つをとってもですね、それを知識として覚えるのは簡単なことです。四つだけですからね。しかしそれを仏道として聞かせていただいた時にですね、その簡単に覚えられる教えは自分の命を学ぶ道となります。それはどこまで行ったら終わりというものではなくてですね、その歩んでいる日々そのものに意味があります。蓮如上人御一大記聞き書きにこのような教えがありました。法教坊九十まで存命候、この年まで聴聞申し候えども、これまでと存知たることなし、飽きたりもなきことなりと申され候。現代語に訳されたものです。法教坊は九十の年までご存命でありました。その法教坊という方が、この年になるまで仏法を聴聞させていただいたが、もう十分聞いた、これまでだと思ったことはない。仏法を聴聞するのに飽きた、足りたということはないのである、というふうに教えてくださっております。
仏法というのはたとえ世界が火に包まれたとしても教えを聞きなさいというふうに大無量寿経にですね教えていただいております。それくらい大切な教えですよということですよね。それは仏法が私の命について教えてくださる教えだからでしょう。その学びに終わりはなく、その道を歩んでいくことにこそ意味がある。それが仏道です。その教えを学び聞くのがこのお寺ですね。浄土真宗には音道坊音道行という言葉があります。これは一緒にこの仏道を歩んでいく仲間ということです。一人ではなかなか歩みを進めることができなかったり、気づかずにですね違う方向、間違った方向に行ってしまったりすることもあります。一人ではなかなかこの道というのはですね、もちろんそれぞれが個々に歩んでいくものなんですけれども、その中で声を掛け合ったり意見を交換し合ったりしながら共に進んでいきます。このように命の学びを共に深める仏道を歩んでいくというのが、浄土真宗の道ですね。それが具体的な形になったのが、日曜礼拝サンデーサービスであったり、子ども会ダルマスクールです。まだまだコロナウイルスの影響でなかなかお寺に集まることはできませんけれども、この状況が改善してですね、また皆さんと共にお寺でこの命の学びを仏道を歩ませていただくのをね楽しみにしております。今日も、ご参拝いただきどうもありがとうございました。寛容は拝読の御文章に返させていただきます。上人一流のご関係の趣は新人のもって本とせられそうろう。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に皆に奇妙すれば、不可思議の眼力通して仏の方より往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年ぽっき入生上始終と申しゃくし、その上の称名念仏陀如来我が往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこう、あなかしこう。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナマンタ、ナマンタ、ナマンタ。